で罪人の体を使って解剖とか実験をしてたよ。運良ければ3人の幽霊がいたっていう。はい、カメラが壊れる、スマホで写真を撮ってもらうと顔が映ったり声が聞こえたなどの怪奇現象があるみたいです。今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもやかずです。ティーゴです。はい、千葉県にやってまいりました。千葉県めっちゃ多かったな。多いっすね。なので今回はちょっともうギューっとなってるんですけども、最後まで見ていただけたらと思います。ちなみに今回のまとめ動画のリストはこちらです。では行きましょう。ならしめホラーチャンネル。お疲れ様です。こんばんは。はい、はい、江原刑場跡に来ております、こちらの場所なんですけど、この場所は旧桜藩の刑場跡なんですけど、この場所でまあ罪人を処刑していって亡くなった方の霊が出るといった噂があるんですけど、処刑する際に醜い拷問や人体実験を繰り返されていたっていう噂もあります。マジで？はい。こちらですね、江原刑場跡。はい、いや、ほんまやな、書いてるな、うっすらやけど、まあ、もともとここでは刑場があった。はい、で、ほんまやな、医学研究のためからちょっと消えてしまってるけど、死者の解剖を行ったっていうのだけ見えてるわ。で、罪人の体を使ってその時は解剖とか実験をしてたんや。かどうかわかんないですけど、まあ、人体実験があったっていう、まあ、噂はありますね。で、この場所もともと首アライドがあったらしいんですけど、現在はもうなくなってるみたいです、なるほどね。なんでなくなってるの？まあそれはそれで、やっぱりまあ処刑場というのはこんな感じでしっかりこの慰霊碑が立ったりするんですね。はい、で、周りに地蔵さんがいたりとか。すっごい立派ですね、なんか。今ちょっとチラッと見えたけど、クビアライドがあったの、これかな。あー、ぽいですね。ぽいな。なんかの跡やもんな。まあ、そこで処刑されて、まあ、ここで切られて首現れてみたいな。まあ、近さ的には全然なんかおかしくないもんな。はい。こんなん真横に。これ本棚あれな、公園というかこの敷地一応囲われてるやんか、ここ。はい、花網でバーっと囲われてて、この一帯が一応その形状跡っていう敷地やけど、その敷地の中にいいやん。すごいな。すごいっすね。怖くないかな。もしかしたらここに関係してる人かもしれないですね。今まあ可能性はあるよね。まあ決して悪い場所ではないっていう気はしますけどね。いまだにちゃんとこうやって線香あげに来てくれてる人も多いし、ただ、まあ、やり方によっちゃ、まあ、罰は当たるんかなと思いますけど。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？今1位ですね。ただすごいな、はい、家建ってんの。それぐらいですね。次行きましょう。お疲れ様です。こんばんは。銚子市漁港第二卸売市場の公衆電話に来ております。ややこしい。で、こちらの場所なんですけど、うん、過去に悲惨な交通事故があって、この公衆電話に、男性の生首が浮かぶらしいです。うん、まあ、それの供養のための地蔵が横に置かれてるみたいですね。なすごいね。公衆電話の横で地蔵さん立ってるのは、こういった場所だとすっごい珍しい。男性の霊が出る。はい、この公衆電話内で。はい、ということは、まあ、心霊写真が写るっていうようなニュアンスですかね。ですかね。特にこの公衆電話で電話をするとか、そういうのはない。はい、生首の男性の霊が出ます。
ちょっとこの公衆電話に関してですけど、以前にもこれお伝えしたんですけど、やっぱり霊道っていうふうにやっぱ言われてますからね。はい。なので、まあ、生首の霊が出るっていうのはちょっとわからないですけど、この公衆電話にやっぱりこの霊体が発生するっていうのはやっぱおかしくないことみたいです。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？まあ、1位でしょうか。ここに限らずっていう感じですね。はい、次行きましょう。お疲れ様です。こんばんは。はい、千人塚海南領民慰霊塔に来ております。はい、こちらの場所なんですけど、まあ、江戸時代の話なんですけど、この、沖合で、まあ、漁をされていた方がですね、突風で、まあ、1000人ぐらいの方が、まあ、そのまま難破してしまって亡くなった場所で、その慰霊塔があります。なるほど。はい、で、まあ、ここで亡くなった方の霊が出るといった噂があります。ね、はい。地蔵さんがここを守ってくれてるわけですね。こっちもめちゃくちゃあるよ。とにかく風が強いね。強いですね。一回ちょっと降りて階段から上がる。墓じゃないんやろな。慰霊碑ですね。何？ここの場所は何？これ結構だからもう大昔からこの場所って、この慰霊碑自体はそんなに古いものじゃない。まだ新しい。そうか。そうっすね。だからこの場所はもともとなんか墓場か何かで利用されてるかあったのかな。下にあるお墓がめっちゃ古いお墓だよね。それこそ今まで見てきたお墓から考えたら、まあ、200年前とかの墓じゃないかな。いや、迫力すごかったっすね。まあ、なんか嫌な感じはないですよ。まあ、しっかり供養された後の霊と、はい、霊碑ですかっていうような印象です。はい。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？1ですね。はい。迫力満点です。お疲れ様です。こんばんは。満月が綺麗ですか？はい、首なしお化けの3人に来ております。こちらの場所なんですけど、この道沿いに首のないお化けが3体、タイミングが合えば見れるらしいです。はい、首なしお化け3人っていう場所、はい、場所らしいです。この目の前に見えてるこの電柱ライトがついてる、はい、この電柱から2つ目、3つ目、そこの電柱に、はい、この区間が運良ければ3人の幽霊がいるっていう、はい、でもちょっと待って、関連性に気づいてしまった。この電信柱からここやんな。この区間で別に事故があったとかそういう情報もないやんか、はい、でも3体の霊が運良ければこの目撃できるっていう話やんか、はい、一つだけ霊体が発生する理由が分かる気がする。何かというと、ちょっと後ろ映してみて、はい、車並んでます。ここ全部車なの分かります？通常の車とこれディエゴさん何が違うか分かる？廃車になった、そういうことですね。事故した車とかがめちゃくちゃ並んでる、ボロボロになって。で、心霊写真特集とかでもこの事故の写真とかを車で、名前をいただいて、その車の中に、霊体がいるんじゃないかっていう心霊写真が送られてきたんですよ。事故しなくても車には霊がつきやすいと。だから
これ言ってしまったらちょっと怖いんですけど、中古車とかはあまりこのお勧めしないと。でこの場所ってもう廃車になってしまった車がずらーって100台ぐらい並んでるわけやんか。あってもおかしくないよね。それがちょうどこの駐車場の始まりがあそこの電柱から、ここの電柱なんですか、ちょうどこれ。だからこの車で、まあ、事故した人の霊体がもしかしたらこの道路に出てくるっていう話なんじゃない。やったらなんかちょっとうなずけるくない。写真撮ってみるかな。こっち側なんか映るんちゃうの。まあ、ちょっと僕写真何枚か撮っといたんで、最後にこれ皆さん見てください。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。まあ、当然1位ですね。ただなんかこういったパターンっていうのは初めてやったけど、なんとなくほんまにおるんかなっていう気はしてきたな。まあ、特にまあ気持ち悪さはないんで、一台ピンクはないでしょう。お疲れ様です。こんばんは、はい、南止水のお化けトンネルに来ております。こちらの場所なんですけど、このトンネルの中でカメラが壊れる、スマホで写真を撮ってもらうと顔が映ったり声が聞こえたなどの怪奇現象があるみたいです。で、廃道の先に沼があって少子をした老婆の霊が出るといった噂があります。なるほど、はい、そこまで一応あるんやね。はい、行きましょう。念のため俺もスマホで撮影してみた方がいいってことだ。そうですね。ここもなんかそこそこ有名な心霊トンネルらしいな。もう落書きもしっかり両サイドかな。よいしょ、あんな感じです。あ、もうトンネルはもうそこで終わりなんですね。トンネル自体が短いな。すごい。この沼があるってことかな。はい、そうっすね。ずっと下に続いてるんやろな。絶対沼じゃないっすね。こういうちょっと泥の混ざった水、はい、まあ、水路っすね、はい、が通ってる場所っす。まあ、ここで老婆の霊が出るみたいです。なるほど、はい、トンネルかな、やっぱり。こんばんは。一回止まっててくれる、まあ、本来は家でする検証ですが、霊がいるであろう空間で打ちかめにし動画を回して回る、すると霊が映り込むって言われます。ラスト一周。でも雰囲気抜群ですね。そうですね。まあ、でもちょっとね、物足りないかな。少しだけでも定点カメラ置いていきたいと思います。はい。はい、じゃあセンサーライト置いていきます。ここです。ザラシメンホラーチャンネル。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。まあ1ですね。こんばんは。1です。
疲れ様です。すごい静か。はい、はい、キラレ踏切に来ております。こちらの場所なんですけど、この踏切の場所がもともと処刑場だったと言われていて、ここで処刑された方の霊が出るって言われているのと、まあそれが原因かわからないんですけど、まあ人身事故が結構あるみたいです。なるほど、はい、珍しい名前ですよこれ。キラレ踏切道って本当に書いてるんですよね。はい、大体まあ通称って多いもんな。はい、うん、まあ由来はもちろんそういうことやな、処刑場だったのでっていうところですね。ただ処刑場やった場合は処刑場跡っていうのは大体あるはずなんやけど、まずそれをちょっと探りたいな。特にこの奥長そうだね。そうっすね、調べた感じも別に祠があるわけではなかったので、ではないんや。はい、あくまでもこの踏切って感じですね。どれだけちっちゃくてもそれがまああの慰霊塔であったりとか、もうちっちゃなお地蔵さんでも基本的にやっぱり何かしらお祀られてるものがあったりするんですよね。処刑場跡確かになさそうやな。謎が解けちゃいました。めちゃくちゃ調べました、はい、まずですね、この辺りをめちゃくちゃ調べた方がおったんですよね。でこの踏切マニアの方とかもやっぱりこのキラレ踏切があまりにも有名すぎてこの由来を探ってみたらしいんですよ。でこの近くに住むもう本当にこの年配の方、いろんな方に声かけていって聞いたところ、やっぱり80歳の方でも昔この近くで、処刑場があったからみたいだよっていう噂をやっぱ聞いたことがあると。ただあくまでもそれどのぐらい昔の話かっていうと、これ江戸時代になるらしいんですよ。なのでその時代からのこのあくまでも噂でしかないと。でいろんな角度からも調べに調べ尽くした結果、ある情報が出てきたみたいです。その情報がもともとこの場所にはまずこの踏切がなかったっていうことなんですね。ただあの交通の便が悪いっていうことでここにも踏切を作ろうっていう新設されたんですよ。その際にここの道を切り離した、そこから通称切られ踏切、この道を作った切ったっていう意味合いらしい。だからあくまでも処刑場はここには存在しなかったっていう意味です。なるほど。だよね、だよね、ね、はい、ですよね。何もなかったですもんね、うん、だって江戸時代の地図とかから遡って見てくれてる人もおってんけど、その人もやっぱりこの場所を見てるけど、やっぱ地図上ではやっぱりこの処刑場はなかったって言ってるから。ただまああれじゃないかな、人身事故がもしも立て続けにこれが起きてるんであれば何かが引き寄せてるっていう可能性は全然あると思う。だからここが別に心霊スポットってわけじゃなくて、何かが引き寄せる場所っていうんだったらうなずけるけど、もともと処刑場がなかったことは確かです。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？まあ1じゃないですか。はい、まあでも謎が解けただけでもすごい気持ちよかったです。道が切り離された踏切塔です。お疲れ様です。こんばんは。すごそうやな。はい、はい、金金神社に来ております。こちらの場所なんですけど、もともと初詣とか、まあ、地元の民の方が結構訪れるような賑わったようなその神社だったんですけど、2007年に殺人事件が実際にあって、まあ、それがあってから、まあ、誰も寄りつかなくなったっていうふうに言われております。でこの場所には7個の鳥居をくぐると呪われるといった噂があります。なるほど、はい、OK。 7個の鳥居ってこれも鳥居やろ。はい、もともと稲荷神社ですね。そうやな、はい、失礼します。失礼します。うわすごっ、完全に何かを祀ってるっていうよりも閉じ込めてるっていう雰囲気の、強烈な魔物でもなんか住んでんのっていうぐらいの構えやな。ちょっと中覗けそうやな。一応こっから行こうか。失礼します。
まずこの狐の多さな。ちょっと失礼するわ。失礼します。うわ、中にも狐さんが大量におる感じやな。ザ・稲荷っていう感じやね。何やったらこの入り口の周りにもこうやって全部守ってるよね。あ、ここなんや。あ、すご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 。なんじゃこりゃ。裏手な。この裏手にこの数。余裕で100は超えるかな。狐のこの人形だけで。正面から見てもそうやし、後ろに回ってもこれ。いろんなところに祀られてるんやな。ここがもともとほんまにそんなに初詣とかに人が来るようなところやった。まあ賑わってたみたいですね、その2007年ぐらいまでは。あ、そうなの。はい、全然そんな感じはせないけど、ただこの場所はやっぱりねすごいんですよ。ただのこの違和感じゃなくて、なんかすごいっすね。7つの鳥居はくぐった。たぶんくぐってますね。行き道なの壊れてるやつ、もう破損してなくなっとったんやか。そうですね。気ぃついたらもう通ってもうてるってことやか。それって通ったことになるんか。まあ、上はこれだけやもんな。なんかね、いつもみたいにね、すごいこの圧を感じたりとか、すごいこの怖いみたいなのはないんですけど、とにかくなんか見た目のインパクトかな。そんななんか霊がうろうろしてるような感覚はないかな。霊折れないんじゃないですか。逆にこんだけ鳥居があるってことは、それだけの強い、まあ、ものがいるっていうことですよね。うん、まあ、魔物は少なからずやっぱおるっていうことやな。はい、今俺が言うそのなんていうのかな、まあ、圧を感じなかったりとか怖さがないっていうのは、魔物とかそういうなんか妖魔って言われるようなものは、はい、通常霊感がある霊能者の方でも感じ取ることはできへんって言ってたから、そういうことなのかもしれへんな。なるほど。全くなんかその幽霊の気配とか怖さっていうのがないから、もしかしたら気づいてないだけで俺たちの真横でもビタって張り付いてるぐらい見てきてるかもしれへんな、その魔物がね。まあ、少なからずお稲荷さんですから、はい、まあ、強烈な何かはあるんでしょうね。はい、そっか、まさに妖魔か。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。いやー3っすね。はい、まあ、怖さはないものの危険じゃないんすか。すごいですけどね、このなんか異様な雰囲気。ただ見た目が怖いとかじゃなさそうです。行きましょう。雑木林でバラバラにされたが